長い。あ、いや、そんなのも取れねえのかよ。あざっす。くそ、レギュラーだなって調子乗りやろって。はい、お前ら集合。今日の練習は以上。自主練するやつは片付け早めに切り上げてさっさと帰る。いいな。挨拶気をつけ。はい、ショップショップ。あっ、マサ残ってる。当たり前だろ、お前さっさと帰れよ。はい、あー、今日は疲れたし帰ってプロスペルもするか。おい、1年ちょ、練習つけてくれ。ああ、なんで俺はいつも結果が出ねえんだろうな。それに比べてあいつはやる気ねえくせにいつも打つよな。悪いな、練習付き合ってもらっちゃって。ちょ、俺帰るわ。お疲れ。これ期末テストクラスで何位だった？あ、29位だよ。文句あるか。どうせお前は1位だろ。まあそうなんだけどさ、今回は勉強してねえからやべえと思ったんだけど、なんとか1位キープできたわ。もうお前うざいからどっか行けよ。はいはい。あー、勉強も部活もできないやつは卑屈でやだね。いいか、今日は強豪東海との練習試合。大会まで時間も少ない。胸を借りるつもりで全力で勝ちに行くぞ。いいな。はい。じゃあオーダーを発表する。1番センター村田、4番サード優也。はい。よっしゃ、勝ちに行くぞ。頼む、三振しろ。よっしゃ、惜しいよ。ナイスイング、ナイスイング。お、頼む、三振しろ。さあバッター、ツーストライクよ。広く見ていこう、広く。オッケー、ラッチー。 あいつ余裕余裕。最初ちょっと見えてたけど全然打てる。うちなら30点は取れる。あ、やってけ。お願いします。頼む、この打席はマジで三振してくれ。よっしゃ、惜しい惜しい。ナイスイング、ナイスイング。よっしゃ、頼む、三振しろ。さあバッター、広く見ていこうぜ、広く。いや、大丈夫か。おい、マサ、臨時体操。はい。マジか。悪いな、マサ。別にいいよ、むしろありがたいわ。あー、でもみんなには申し訳ないけど少し気が楽になったな。みんなからの期待だけでここまで来て
正直しんどかったんだよね。お前さ、そういうこと言うなよ。お前は1年から試合に出てるからいいよ。でもよ、試合に出てる9人の裏にはグランドの土さえ踏めねえ何十人のメンバーがいいんだよ。そんなの知るかよ。試合に出れねえのが悪いんだろ。俺のせいじゃねえし。もういいわ、お前の態度見てると腹立つんだよ。じゃあオーダーを発表する。1番センター村田、9番サードマサ、頑張れ。おいマサ、頑張れよ。よし、お願いします。絶対に打ってやるぞ。バイバーイ。した。サイ。きつい。ああ。いやーバトタイム。ここあるあるです。今日の晩ご飯何かな。お腹空いたな。そんなこと思ってる。フライ打ち上げるイメージで打ちます。まあフライ上げるにはいい高さだけど。くっそが。もう心の声がすごいんですけど。こんなもんですか皆さん。高校球児の野菜風、皆さんこうですか考えてる。え、でもさ、俺こうだったんだよね。俺全くなかった。あ、ほんと、うん、毎回サードのやつ頼むから問題してくれ、エラーしてくれ。普通に考えたらそうじゃなきゃダメだよね、うん、乗ったね。乗ったね。ちょっと待って、静かにしまっていいですか。あ、ちょっと撮影中です。静かにしまっていいですか。最近のカラスは会話も通じねえな。カラスも撮影してんなかった。マサ、身長50センチにすることで可能？できねえ。半分、まあ文字が少なかったら多分これでもいける気がする。向こう向きパターンと、うん、あ、いいねいいね。